メディアを再生する恋の睡蓮アンナメウォンはハリウッドで有名になった初の中国系アメリカ人女優であるエキゾチックな美貌でチャイニーズバンプとして人気を博しヨーロッパでも活躍したウォンは中国系の三世としてロサンゼルスのチャイナタウンに生まれた父親はクリーニング業者である1919年14歳の時に 紅れあかり祭りのエキストラで映画初出演。1922年に、世界初のカラー映画、恋のスイレンで16歳にして初主演を果たした。1924年、バグダッドの盗賊で、ダグラス・フェア・バンクスと、上山総人と共演し、エキゾティックな悪女を演じて、一躍有名になった。ウォンは、その後、悪女、洋服、メイド、売春婦。 女奴隷等々、妖艶でミステリアスな東洋人女性を演じ、脇役ではあったが立て続けに映画に出演した。しかし、似たような役柄しか与えられないことに次第に苛立つようになった。これは、当時の東洋人に対するイメージや偏見に加えて、法の存在もあった。ウォンの一家は1855年からカリフォルニアに在住していたにもかかわらず、法の上では、 外国人に位置づけられていた。カリフォルニアでは1948年まで異なる人種の間の結婚や関係を禁止する法律があった。これにより、ウォンの演じられる役柄は非常に限られたものしかなかった。一方で、当時の中国系アメリカ人社会は、ウォンの女優という職業と演じる役柄に非難の目を向けた。ハリウッドでは、 外国人として扱われ、同胞からは異分子と見られ、ウォンはますます苦悩を深めていった。1928年、23歳のウォンはヨーロッパに渡った。猛レッスンの末、ドイツ語もフランス語もマスターし、映画や舞台で華々しく活躍。社交界でももてはやされる存在となり、1929年にはイギリス映画、ピカデリーで大成功を収めた。 1930年、外戦帰国したオンは、ブロードウェイの舞台に立って、喝采を浴び、続いて、勢いようとハリウッドに戻った。ところが、ハリウッドで待っていたのは、以前と変わらない扱いだった。失望したオンは、ヨーロッパに戻った。その後は、ハリウッドで、マレーネディ・トリヒと共演した、上海特急ほか、何本かの映画を除いては、 ブロードウェイとヨーロッパでの活動を中心とした。1930年代半ば、ヨーロッパでは日増しに戦争が色濃く影を落とし始めた。ウォンは戦争の気配から逃れるように帰国し、ハリウッドに戻った。しかしハリウッドにウォンの活躍の場はもはやなかった。1930年代後半、ウォンは映画界での限界を感じ、 中国系の血統や容姿が関係しないラジオ番組に出演するようになった。1942年、ウォンは37歳の若さで映画界から引退した。彼女には幾人かの愛人がおり、その中には映画監督のマーシャルニーランも含まれていたと伝えられている。しかし、白人との結婚は法で禁じられ、当時の中国人男性からは結婚相手には ふさわしくないと敬遠された。キャリアの終焉と孤独の中で、ウォンは一時期やれ、アルコールに溺れた時期もあるという。1949年、ウォンは映画、インパクトの脇役で映画界に復帰した。役柄は引退以前と同じステレオタイプの東洋人、女性だった。続く、黒い肖像ともども似たような役柄が続き、ウォンは、 また、例の役用と苦笑いしたという。しかし、その次にウォンはついに求めていた役柄と巡り合った。それは、中国系アメリカ人の家庭を舞台にした、ミュージカル映画、フラワードラムソングの母親役だった。ウォンは興奮し、出演に向けて意気込んだ。ところが、出演が実現するかに思えた1961年、観光編を患ずらっていたウォンは、 サンタモニカの自宅で心臓発作で急死した。56歳、修正独身だった。2003年から2004年にかけて、ウォンの生誕100周年に彼女の電気2冊と女優としての足跡を記した本が出版された。ニューヨーク近代美術館とアメリカ映像博物館で、ウォンの映画の大々的な開顧展が開催された。また、ウォンは、 映画界への貢献が認められ、ハリウッドウォークオブフェームに加えられた。2020年1月22日、グーグルは、彼女の初主演作、恋の睡蓮のアメリカ公開97周年を、グーグルドゥードルで祝した。ドラゴンレディと呼ばれる、東洋特有の妖艶で、傲願不尊な悪女のステレオタイプ1934年からは、んパーによって定められた。 映画制作倫理規定でも、異なる人種の間の恋愛や性的誘惑の描写が禁止された。ニューヨークのプレミアは除くホッジズ2004、P1、チャン2003、P42、あんな名音をた,たえて、Google2020 年1月22日閲覧。ありがとうございます。